皆さんこんにちは。シンガーソングライターのトミコです。今日は栃木県日光市二荒山神社よりトミコランド第56弾をお送りします。運試しをしてきましたよ。入りました。トミコランドの視聴者の皆様にもご利益がありますようにお参りをさせていただきました。誰の心の中にもエンターテインメントがあります。目に見えないものこそが人の心や気持ちを作ったり豊かなものにすると思うんです。このコーナーではトミコやゲストさんの歌のライブや朗読、お芝居、演劇や素敵なアーティストさんの曲のご紹介などをしていきたいと思います。今日はトミコのラジオドラマ七夕物語をスタジオからお送りします。ラジオドラマ七夕物語。むかーしむかし、天の川のすぐそばに空の神様が住んでいました。空の神様には織姫という美しい娘がおりました。織姫は天の川のほとりで毎日旗を織っていました。織姫が織る布は七色に輝き、大層美しい布でした。織姫は神様たちの着物を作るために毎日熱心に旗織りをしておりましたが、年頃になっても遊んだりせず、働いてばかりの娘をかわいそうに思った空の神様は、織姫のためにお婿さんを迎えてあげることにしました。織姫や、こちらは彦星様じゃ。真面目な男だ。空の神様がお婿さんに選んだのは、天の川の岸辺で毎日真面目に牛の世話をしていた彦星という牛飼いの青年でした。織姫様、私彦星と申します。よろしゅうお願い申し上げます。彦星様。織姫と彦星はすぐに恋に落ちました。二人は結婚して毎日幸せな生活を送るようになりましたが、恋に夢中になるあまり二人は仕事を忘れて毎日遊んで暮らすようになりました。そんなある日のことです。大勢の神様たちが空の神様のところにやってきました。空の神様、彦星様とご結婚なさってから織姫様は遊んでばかりで、私たちの着物の布を全く織ってくれません。この通り私たちの着物はもう古くなってボロボロです。空の神様、織姫様とご結婚なさってから彦星様は遊んでばかりで、天の川の踊りの牛たちは痩せこけてすっかり病気になってしまいました。神々の話を聞いた空の神様は、織姫と彦星を天の川を挟んだ西と東に分かれて暮らすように命じました。
離れ離れになってしまった織姫と彦星は、今度は悲しみのあまり仕事に手がつかなくなってしまいます。そんな織姫の様子を見てかわいそうだと思った空の神様は、これからは年に一度だけ7月7日の夜に会うことを許しました。それから織姫と彦星は毎年7月7日の夜に会えることだけを楽しみに、毎日毎日一生懸命せっせと仕事に励むようになりましたとさ。おしまい。よろしかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします、はい、このチャンネルではトミコの歌やラジオドラマなどの作品をご紹介しています。2月21日に発売になりましたトミコのミニアルバム3ドリームス、よろしかったら下の概要欄のトミコのショップからぜひお買い求めください。よろしくお願いします。トミコランド。Oh,